日本維新の会の東徹です。質問に先立ちまして、去る5月16日北朝鮮がこれまでにない高度でミサイルの発射実験を行いましたことは大変な脅威であり断じて容認することができず強く非難をいたします。政府におかれましてはさらに毅然とした対応をしていただきますよう強く求めます。それでは大麻議題となりました地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案について質問いたします。今回の法案名は地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案ですが法案名から受けるイメージと実際の改正項目が違うことに疑念を感じます。今回の法案では法案名にある地域包括ケアシステムについては役割や目的、方向性などこれまでと大きく変わるものではありません。これは本来地域格差が大きい現状を踏まえると国が押し付けるのではなく地方自治体に任せるよう変えていくべきものです。それよりも名前には出てこない3つのポイント。第一に現役世代並みの所得のある利用者について3割負担が導入されること。第二に介護納付金に総報酬割が導入されること。第三に廃止されると一度決まった介護療養病床が名前だけ変えられて残されること。この3点が今回の法案で大きく変更されるところです。政府には美しい言葉で法案名をつけるのではなくて今後は改正の実態に合うような法案名にしていただきますことをまず申し上げます。社会保障給付費の将来推計について伺います。現在社会保障給付費について政府からは2025年度の推計値が公表されています。これによると2012年度の 109.5 兆円から2025年には 148.9 兆円と 1.36 倍に増える見込みです。しかし特に介護において1人当たりの費用が90歳以上では約154万円となり65歳から69歳までの年齢層と比べると約44倍になるなど高齢化による影響が非常に大きく団塊の世代がすべて75歳以上になる2025年以降の社会保障給付費がどのようになっていくのか国民の関心事であります。そこが見えないことが国民の将来への不安を生じさせ個人消費の抑制につながっています。2025年度以降における社会保障給付費の将来推計について国民に示すべきと考えますが塩崎大臣の見解を伺います。介護に対する考え方について伺います。我が国は先ほどより指摘している高齢化の進展に加え少子化による総人口の減少が見込まれています。働き手が減り続けることによって税と同様に社会保険料の引き上げも限界があります。我が党は政治理念として自立する個人、自立する地域、自立する国家を実現することを掲げ自助、共助、公助の範囲と役割を明確にし政府は真の弱者支援に徹するという小さな行政機構を実現すること、受益と負担の公平を確保する税制度や持続可能な社会保障制度を構築すること等を基本方針としております。限りある財源のもと、介護についてどこまで国に責任があり、どこから個人や家族に責任があるのか、またどこまで規制し、どこから市場や市場の競争に任せるのかが適当であると考えるのか、塩崎大臣の見解を伺います。サービス付き高齢者向け住宅について伺います。在宅介護といえば、自宅をイメージされがちですが、実際は違います。典型的な例は、サービス付き高齢者住宅向け、高齢者向け住宅、いわゆるサコ住や有料老人ホームであり、これには在宅介護サービスが適用されています。近年急速に増えたサコ住の登録戸数は21万7775戸であり、そこに入居する約20万人の高齢者のうち、要支援を含む介護を必要とする人の割合は約 90% と、ほとんどが要介護者です。サコ住の多くで訪問介護事業所が形成されておりますが、ケアプランを作成するケアマネージャーもその事業所に雇われていることが多いため、チェック機能が働きにくく、適切に介護サービスが提供されているか検証する必要があります。また、2015年1月からの1年半の間に、死亡など3362件の事故が生じているなど、運営にも問題があります。このような鎖骨住の現状について、
どのように認識されているのか、また既存分も含め、サコジュの運営に関する外部評価を導入するなど、抜本的な見直しをしていくべきと考えますが、塩崎大臣の見解を伺います。介護人材の確保について伺います。在宅介護において、夏の暑い日も、そして冬の寒くて積雪のある地域でも、訪問介護のヘルパーがいるからこそ、在宅での介護ができ、要介護者の生活が普通の生活として成り立つことができます。我が国が迎えた超高齢社会において、介護人材の確保は何より大切です。介護職には平成29年度予算で月1万円程度の加算が行われ、そのこと自体は評価いたします。しかし、報酬について全産業と比較する必要はありませんが、人材確保の面で介護と競合している業種など、具体的な検討が必要ではないでしょうか。その上で、介護という仕事が社会的に評価されるような対策を検討していくべきであります。報酬に加え、介護職の社会的評価を上げていくことが、今後の人材確保につながると考えますが、社会的評価をどのように引き上げていくのか、塩崎大臣の見解を伺います。介護療養病床について伺います。今回の法案では、新たな介護保険施設として、介護医療院の創設が含まれています。しかしながら、介護医療院と同様の機能を有している介護療養病床は、平成23年度まで廃止すると決まっていたにもかかわらず、廃止や転換が進まず、今回さらに経過措置期間が6年間延長されます。このような状況を見ると、介護医療院という仕組みを作っても、単に名称だけが変わって、実態は何も変わらないと批判されても仕方がありません。これまでなぜ介護療養病床の転換が進んでこなかったのか、今後の6年間で介護療養病床をどのようにするのか、また介護医療院に対し、それまでの介護療養施設や老人保健施設、特別養護老人ホーム施設、そういったところが異なるものとして、どのような役割を持たせるのか、それぞれについて塩崎大臣の見解を伺います。介護保険の利用者負担について伺います。2015年8月から特別養護老人ホームなどの食費や居住費に関する補足給付について、所得だけでなく、金融資産の保有状況が勘案されており、一定以上の金融資産を保有している場合、軽減対象から外れることになっています。このような仕組みは、負担能力に応じた負担を求め、世代間の公平を進める点で有効ではありますが、正直に申告した者が損をすることになり、原則と例外を逆にすべきであります。介護保険の利用負担について、負担能力に応じた負担を求めていくのであれば、公平性を確保するため、マイナンバーの活用による資産の把握を前提に、原則2割負担とした上で、一定以下の所得や資産であることを証明すれば、1割負担とする仕組みを導入してはどうですか。塩崎大臣の見解を伺います。我が党は、将来世代に持続可能な社会保障制度を受け継いでいくため、公正、公平で、より効果的、効率的な制度を実現する観点から、医療や介護の不正受給には、厳しい目を向けていかなくてはならないと考えております。本法案に合わせ、我が党の出した法案や、2025年以降の社会保障制度のあり方も、国民の前でしっかりと議論をしていただきたいと思います。以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。厚生労働大臣、塩崎康久。東徹議員にお答えを申し上げます。社会保障給付費の将来推計についてのお尋ねがございました。社会保障の給付と負担の見通しにつきましては、社会保障税一体改革の際に、医療・介護の提供体制の改革や、低所得者対策の強化等の改革シナリオを入れ込んだ姿として、2025年度までの社会保障の給付と負担の総額、保険料額等の推計をお示しをしております。現在は一体改革でお示しをした改革シナリオに基づいて、
医療介護の提供体制改革や重症化予防、介護予防等の取り組みを進行していると途上の段階にございます。医療介護にかかる将来の給付と負担の姿がどのようになるかについては、これらの取り組みの影響が大きいことから、取り組みを進行中である現時点で、2025年以降の社会保障の給付と負担の見通しを推計することは難しいと考えてございます。介護に対する考え方についてのお尋ねがございました。高齢者の介護につきましては、関係者の方々の真摯なご議論の結果、これを社会的に支える仕組みとして、介護保険制度が創設をされたものです。介護保険制度では、在宅サービス等の事業者 に多様な主体の参入を認めるとともに、国民にも介護予防のための努力や費用負担の義務をお願いをしております。今後とも、自助、共助、公助のバランスの視点も踏まえながら、公的な支え合いの仕組みである介護保険制度をしっかりと次世代に引き渡してまいります。サービス付き高齢者向け住宅についてのお尋ねがございました。サービス付き高齢者向け住宅はバリアフリー化され、入居者の安否確認と生活相談サービスの提供を必須とする住宅でございますが、必要以上に介護サービスが提供されているとの指摘もあり、そのあり方について、今後、審議会でご議論いただきたいと考えております。また、サービス提供等の運営に関する情報をホームページ上で広く開示する取り組みが今後開始される予定であり、厚生労働省としても引き続き、国土交通省や都道府県等とも連携をし、居住者が必要なサービスを受けながら、安心して暮らし続けられるよう取り組んでまいります。介護職員の報酬と介護職の社会的評価の引き上げについてのお尋ねがございました。介護職員の処遇改善につきましては、これまでも財源を確保しつつ着実に行ってまいりました。今年度は臨時に介護報酬改定を行い、月額平均1万円相当の処遇改善を実施をしており、自公政権の下、合計で月額4万7千円の処遇改善が実現することになります。また、人材確保の観点からは、介護職の社会的評価の向上も重要な課題であります。このため、介護職としての介護福祉士が高度化、複雑化する介護ニーズに対応し、中核的な役割を果たしていけるよう、介護福祉士に必要な資質などについて議論を進め、さらに介護職の労働実態や働き方の意向などの調査を行い、介護職が意欲と能力に応じて活躍できるようにし、社会的評価を高められるようにしてまいります。介護医療院についてのお尋ねがございました。介護療養病床からの転換が進まなかったのは、患者の医療ニーズの把握が不十分であり、既存の老健施設等はこの受け皿として十分な機能を有していなかったためと考えております。介護療養病床で提供される医療機能は重要であり、また入院先が生活の場となるような利用者にふさわしい環境も重要であります。このため、今般の制度改正では、日常的な医学管理や看取りやターミナルケア等の医療機能だけではなく、生活施設としての機能を兼ね備えた介護医療院を創設をいたします。介護療養病床から介護医療院への移行については、6年間の経過措置期間中にしっかりと支援を行い、移行状況等を把握をしつつ、適切に進めてまいります。利用者負担についてのお尋ねをいただきました。介護保険の利用者負担割合は従来から原則1割としており、現在それを変更することは考えておりません。平成26年の介護保険制度改正において、施設入所者等の食費や居住費の負担の軽減に限って、
預貯金等を勘案する見直しを行いました。利用者負担割合の判定に資産を勘案する仕組みを導入することについては、マイナンバーによる資産の把握が可能となるかという課題に加えて、事務執行や負担の公平性等の課題を整理をする必要があると考えております。これにて質疑は終了いたしました。